5月7日金曜日、ニュースオクエドアンカーの三木隆嗣です。そしてアシスタントは吉山希です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のゲストは NHK から国民を守る党代表の立花隆さん、解説委員は元毎日新聞政治部編集委員の平林武雄さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、中国が不参加を表明しました。2つ目参りましょうか。はい、ここからは外交安全保障の問題になるわけですけども、中国核軍縮の交渉に参加することはないと明言したとあります。これはあれですかね、米中の貿易交渉ともこうセットで見ていく必要があるんでしょうか。平林さんからいきましょうか。そうですね、はい、これはあれですね、 INF、中距離核戦力削減条約ですよね。これトランプさんがロシアがそれ、履行してないというんで離脱するというんで、あれ2月ですか、離脱を正式に通告しましたよね。でそれに対してロシアのプーチンさんも、じゃあ我々ももうそれ離脱するよということで、この8月にこの条約がもう実際効力を失うことになってますよね。でアメリカはそのロシアが条約を履行してないということとですね、もう一つやっぱり中国がこの条約にですね加盟していない中国がですね、独自に核戦略を充実させていると、増強しているというところで、中国が入ってこないそういうその核戦力の削減条約というのは意味がないんだということで、トランプさんはじゃあもう独自に開発するよということで離脱ということになったわけですけども、これはまあ一理あると思うんですよね。確かにそのロシアとアメリカっていうのは最大の核保有国ですけど、核保有国ですけども、やっぱり中国が入ってこないとですね、これ本当に核軍縮あるいは核の軍備をどうやって管理するかっていうですね、ここは全く大きな抜け道ができちゃうんですよね。そういう意味で、中国を入れていくというですね、そういうそのトランプさんの考え方の方向性は僕はある意味で当然一理あると思いますけども、中国がそれ今回拒否したと、これは当然、中国にしてみれば当然でしょうね。トランプさんというのはアメリカファーストですから、全然国際協力なんてことはもうこれっぽっちは考えてないというふうに思ってますからね。そのトランプさんが一緒に核削減、核の軍備管理やっていこうと言ったってですね、それは中国が信じるわけがないですよね。でもう一つ、今先ほどおっしゃった通り、三木さんおっしゃった通り、今アメリカと中国っていうのはこれ激しい貿易戦争までしてますからね。そのアメリカとの関係はそういう状況であるときにですね、貿易は貿易、核軍縮は核軍縮ということで、中国がアメリカの提案に乗ってくるかということはこれほとんど考えられなかった話ですよね。あともう一つこの問題でいうとね、これ日本でも日本にとっても全くその一言じゃないんですよね。これ中距離核戦略っていうのはだいたい500キロから5500キロですからね。で中国がそういうものをどんどん開発していくと、当然日本の安全保障にもろに影響してくるわけですよ。日本全部こうカバーされるわけですからね。ですからここはその安倍さんが、トランプさんと仲のいいということを、アピールしている安倍さんがですね、トランプさんに言って中国を粘り強くその交渉の場にですね、入れるようなことをですね、アメリカとそれこそ共同歩調を取っていかなくちゃいけないんですけども、そういうことは安倍さん全然見えないですよね。これ INF の条約がですね、結ばれた時にヨーロッパは全敗するんだと、しかし極東にはこれ中距離核戦力をですね残すんだという流れになってたんですよね。それを当時の中曽根さん、日本の総理大臣の中曽根さんがアメリカのレーガン大統領に言って、それはいかんと、ヨーロッパだけなくすんではなくて極東アジアの中距離核戦力も削減しなくちゃいけないということを強硬に言ってですね、でそういうふうに持ってったんですよね。でかつてそういう実績は日本の総理大臣中曽根さんやったんですよ。で同じことを安倍さん、なんでできないのかっていう話ですよね。もうトランプさんに本当にべったりっていうですね、トランプさんが右向けば右って言えば右向くというね、そういう関係だけではですねダメで、やっぱりそこは本当にその信頼関係があるっていうふうに言ってるんだったら、トランプさんを巻き込んだですね大きな
東アジア全体のですね、そういう核戦略削減構想っていうね、そういうものを日本が主導して出していくっていうね、そういうそのことでなくてはいけないと思いますよね。しかし今残念だけども安倍さんの頭の中にそういうものがあるとはとても思えないですね。なるほど。こういった外交安全保障の問題っていうのはその国政にこれからチャレンジするとすればですね、やっぱりこれも避けて通れない。そうすると、はい、こういった問題はどういうふうに考えていらっしゃいますか、さん。もちろん、ね、これ中国が今回交渉に参加しなかったって当たり前のことですよね、うん、これだけそのアメリカとロシアがたくさん核兵器を持ってて量としたらもう全然違うわけですから、そこに入ってきてくださいってその無理に決まってるわけですよね。でその今平林さんおっしゃったように、そのじゃあ日本がここにその参加をして、それなんだろうな、有効的な発言っていうんですか、有効っていうのはその意味のある提言とかができるのかっていうと、もう全くそんなのは聞いてもらえる余地はないと思います。だからもうやっぱりアメリカに負け、戦争負けたっていうもう厳然たる事実があって、アメリカのいわゆる核兵器の傘に入って守ってもらってるっていう考えで日本のこれまでの政治をしてきてるわけですし、じゃあ日本の国民がそれで何とかしろ、アメリカと戦えとか日本で独立しろって運動もほぼおそらく沈静化してるのか、それをもし訴えてそういう人が多いんだったらそういう政治家や政党が躍進するはずなんですよね。でもそういう声もそうは上がってきてないとは思われるんですね、うん、ですからこういう軍事の問題っていうことに関しては、国防に関してはなかなかやっぱり日本独自のものっていうのは作ることっていうのは難しいでしょうし、こうやりたいんだって言ってもなかなか厳しいでしょうから、どうしても積極的な意見が出てこないんだろうなとは思います。だから目先の問題が出た時にどうするのかっていうところをもう直ちに考えていく以外に、長期的なビジョンに立ってやっていくっていうのはあまりこう現実的ではないんじゃないかなと。ただ僕はもう常にこういう問題についてやっぱり国民投票してですね、別に憲法改正僕賛成でも反対でもないので、国会議員が決めるのやめてほしいんですよ。国会議員が憲法改正するかしないかじゃなくて国民投票してほしいんですよね。だから大事な問題、国防、こういう外交とか防衛とかっていうのはとにかく国民投票をしてですね、これ自衛隊をどうするのかとか、日本の核武装をすべきなのかどうか、別にしろって言ってるわけじゃないですよ。でも日本も核兵器を持たない方がいいっていう人が何パーセントがいるのかみたいなことは、その世論調査とかじゃなくて国民投票をしてですね、この国の主権者は国民なわけですから、総理大臣じゃないわけですから、こういう外交防衛に関しては何らかのその国民投票をしてやっていく政治っていうのを僕はいいのかなというか、それを理想だと考えていますけど。なるほど、ちょっと新しい視点ですね、はい、よくそのなんて言うんでしょう、例えば国の、まあ、イギリスであったような大きな、はい、みんなが分かりやすいテーマだと国民投票って、まあ、やりやすいというか、はい、ただそのよりそのテクニカルのというかですね、軍事的知識が必要な部分に国民投票でやったときに、はい、果たしてそれがみんな分かって投票できるのかどうかっていう、そこの問題ってありそうな気がします。もちろんそうですね。ただそれをやることによって、僕はね、大阪都構想の住民投票、うん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 、あれ本当橋本さんは言っておられたようにね、あれだけの政治のことについて大阪市民が議論したっていうのはすごいことだと思うんですよね。だからやっぱり投票する以上は政治家も一生懸命メリットデメリットを説明する、うん、有権者もそうなんだ、とにかく情報を得ようとはされる方が多いわけですから、いざ国民投票するぞってなった時には全部とは言えないでしょうけど、多くの人がその民主主義ってなんだ、国民主権ってなんだ、国防ってなんだ、外交ってなんだ、っていうことに触れる機会があるだけでもかなり違うと思うんですよね。今は完全に政治家に任せちゃってることが、僕はそれの方が問題だし危険だと思いますから、やっぱり国の抑制っていうのは国民に聞く、でその出てきたパーセンテージに応じて政治家はそれを参考に国の舵取りをするっていうのが民主主義の原理原則だと思いますけど、国民が育っていくイメージがありますよね、その中に。そうですね、今もうどん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 離れていってる感じがして、倒立も下がってるわけですから、政治家がどんどん国民